遊撃隊行進曲は、朝鮮民主主義人民共和国の行進曲、軍歌。1909年に、上長明月が作詞、作曲し、明治末期の日本で流行した、ハイカラ説を、流用、編曲したものとされる。詳しい経緯は不明ながら、1930年代に、近日清率いる抗日パルチザン組織で歌われていたものが、戦後の北朝鮮で広まったとされる。 朝鮮人民軍による越平式でしばしば行進曲として演奏されるほか、日本国内の朝鮮学校における運動会などの行進にも用いられることがある。また、かつては乱数放送にも使用されていた。一方、韓国でもハイカラ説を原曲とした軍歌、イサム・ススムカが知られている。これは、高日パルチザンの設立に先立つ1910年代に、 満州で活動した独立軍によって歌われた独立文化の一つである。幸福後は長らく忘れ去られていたが、元韓国幸福軍第三師体隊員の僕の一が、設立した独立文化保存会によって復興運動がなされ、同団体の主催で1975年に発売された LP レコード、独立軍歌コレクション第一集 B 面の音源、また1988年8月に、 韓国レコード作業協会より発売された独立軍家コレクション集でのピョルセの吹き込んだ音源が知られる。2000年の第1回南北首脳会談では北朝鮮側の軍楽隊によって遊撃隊行進曲が演奏されたが韓国側ではいさむ進むかの歴史や内容を踏まえこれを日本による統治からの独立闘争という 南北共有の歴史を象徴した選挙区だったと解釈する報道もあった。なお、独立軍歌第一集歌詞カードでは、イサムススムカは1920年代に李工詞が作詞したとしているが、独立軍化コレクション集では作詞者未章としている。ありがとうございます。